こんにちは、ダイスです。今回は星のカービィディスカバリーやっていきましょう。前回からの続きです。次に行くところはここトンネルくぐって行ってみましょう。条件のミッションもいろいろありそうです。ワトルディは4体いるみたいですね。トンネルくぐって、ここは体験版にはなかったところだから初めて来てますね。なんかないかな。お、あった端っこの方まで見るのがやっぱりいいみたいですが、なんだろう。トンネル、お、待って待って待って、びっくりした。トンネルくぐってだから、ずっとトンネルの中なんですかね。全部一応倒していった方がいいのかな。ランプ、あ、これランプつけられるようになる、もしかして。復活してるね。なんかそんな気がしますよね。お、変わった、ファイヤーだですね。これランプつけられるんだ。おお、4つのランタンに火をつけろっていうのもあるみたい。隠し通路みたいなところもありますね。これなんだろう。え、なになに、カービィの形してるよ。ん、え、どういうこと、どういうこと。持ってかなきゃいけなかったのかなあ、ジャンプのために置いてあるとか。どっちかわかんないけど、じゃあ倒しながら行きましょう。周りからも行けそうですね。ほい、こういった方がいいのかな。あ、棒針がある。ということはもしかしたら吐き出す、あ、道が出るんだ。危ない危ない危ない。こっち何もない。道が出るとこ行ってみますか、せっかくだから。何だったんだろう。おー、え、待って待って、来なきゃよかった気がする。でも宝箱がありますよ。初めての宝箱開ける。いた、来てよかったんだね他には特になし。隠し通路系もちょっと考えながら進んでいった方が良さそうです。一番奥にコインの山がある。コインの山、このまま行っていいのかな。ずっとトンネルの中ですね。ランタン、取れちゃった。危ない、こういう取り方で合ってる。あれ、なんだろう。もしかしたら鍵か何かがあるのかもしれない。上に行けるんだ、すごい、気づかなかった。スイッチ開きましたね。はい、カプセル。次は、回復。こっちにはないよね。
怖っ。そっか、あんまり技使っちゃいけないんだね。そっとすればいいんだ。なんか不思議な道がある。ここが、ここ入れるんだね。星3つの何かもあるんだけど。おお、隠し、これで2匹目。複雑ですね。行きましょう。ダメなんだ。ダメらしい。いけるのかなって思っちゃったんですけど、ダメだったみたいです。火をつけて乗り込む。あ、そういうことね。わかりました。大砲みたいに飛ぶのかな。火をつけて、急げ急げ。こういうことか。おお。面白い。これでバトルディたち3匹目、道ができましたね。ラスト1匹もどこかにいそうな気がします。あ、これ?これも頬張れるの?すごい階段、かわいい。バッタンだって。おー、白いバッタンができる。あ、横はダメなんだ。横から来ると、なんか自分にダメージになっちゃうみたい。ジャンプとかはできないみたいですね。なんかカービィダメになってる。まだいけるのかな、バッタン。吐き出す。お、階段になりました。ちょっと行けるところあったから一箇所戻りますね。ここの上、あ、ここの上もあれなんだね、階段で行くんだ。なるほど、ちょっと失敗したかも。さっきは失敗してる気がする。戻って階段セットして、吐き出す。あ、ボタン間違えてた。で、行けばいいんだ。すごい。あ、カプセルでしたね。モドルティじゃなかった。もしかしたらそのために2個あったのかもしれない。ここも階段?ぽいですよね。こっちも階段なんだ、きっと。吐き出す。ですね。これもなんだ。はい。え、なんで?
あ、ここで止まっちゃうんだ。ここならいい。もしかしたらの位置があるのかもしれないですね、これ。間に合え。間に合った。いたー。しかも宝箱もありますよ。バドレディ4匹目。え、これ嬉しい。めちゃくちゃコインもらえますね。多くなってきたスターコイン。これで降りれる。あー、なるほど。多分2種類の進み方があって、ワトルティを救出するんだったら今の道だったんじゃないかな。このまま行っちゃいましょう。いや、トンネルくぐって面白かったです。ステージクリア。結果は、私の場合は一番下はできたみたい。手配書を剥がすができなかったですね。カービィの手配書のことかな。次見つけた時は剥がそうと思います。バッファルホーン。そして、お、これもあるんだ。三角頬張り。次はゴローリンロードです。で、今回10匹。いけなかった!1匹いない!まあ、やり込みってことで、また、来てみたらいいですよね。何かが追加になってる。助けたワドルディたちが謎の空間、トレジャーロードを発見しました。貴重なアイテムが見つかるかも。探索してみよう。ちょっと行ってみます。カッタートレジャーっていうところと、ボム。星が1個ある。感じですね。こっち行ってみましょう。目標タイムとかっていうのがあるんだ。投げてお宝キャッチ。え、カッターになってトレジャー。わ、なんか苦手。アイテム狙って取る、こういうことね。こうやって取れってことか。で、目標タイムがあるから、それに合わせて取りなさいってことなんですね。できました。3分。まだ続くの?おー、難しい。あーよし。ほい。取れてない、取れてない。取れましたよ。スターができないと飛べないんだね。で、次こっち。ほい。痛い。斜めでもいいから、向こうに向かってやるのがコツかも。取れた。これが最後かな。普通になんかダッシュすればよかった気がしますね。一番最後1分19秒31。目標1分だったのに1分になったら何かもらえるのかもしれないですね。やり込み要素っていうところにもあるのかも。お、なんか星もらった。スターのコレクションの他にもこれがあるんです。え、こっち30秒でこっち先に来ればよかったんじゃないですか。ボムさっきのやつのが難しかったのかも。ストライク3つ後スロスイッチ、どういうこと。あ、分かった。ボム投げるんだ。これ
ここの位置からきっと。そういうことですよね。いて、多分そういうことですよね。だから30秒なんだ。普通にやったらできるもんね。で3箇所あるから全部やって次に飛ぶと。失敗したな。行かなくてよかったじゃん。真ん中からで行けたのかもしれない、もしかしたら。やってしまった。30秒行けた。30秒いけない。また今度やります。操作慣れたらやろう。はいということで途中で追加がありましたね。次はゴロリンロードが開いたので次回はここ迎えたいと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!